はい、皆さんこんにちは。今回はですね、極めて素敵なザ・ベストテンの思い出を語るの3回目ですね。前回2回目ではですね、1978年の6月8日という私が初めてザ・ベストテンを見た時の順位と、それぞれの、そのベストテンの曲について、ごく素敵な、極めて素敵なですね、思い出を語るという動画を出しました。で、今回はですね、やっぱりこの1978年というやっぱり初めて見た年で、すごく印象に残ってるわけで、この1978年というものをテーマに動画を作りたいということでお送りいたします。まずは1978年どんな年だったのかということをですね、振り返ってみたいということと、あと、そうですね、1978年の注目曲、普通注目曲っていうのはその未来に向けて言うんですけれどね、そのこの曲はヒットしそうだからということで注目曲というふうに言うわけですけども、改めて1978年という年を振り返った時に見てほしいと、振り返った時に、もう一度見てほしいという曲という意味で注目曲というふうに、つけました。で、まあ、ここ2曲しか書いてないんですけど、実は大量にありましてですね、まあ、だから1978年シリーズ、ね、次回以降も続くんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、早速行ってみたいなというふうに思います。で、その前にですね、ちょっとごめんなさいね。第1回目の時に、ザ・ベスト10の、番組自体について振り返ったんですけど、そこでちょっと話していなかったことをですね、付け加えさせてくださいと。第1回目の時、ザ・ベストテン、どんな番組だったのかっていうのは大まかに話しました。1978年1月19日に始まり、最高視聴率は 41.9% で、もう1978年の段階でですね、もう 30% を常時出していたという超お化け番組だったわけですね。で、司会は黒柳徹子と久米宏です。で、ここで注目すべきはですね、この久米宏はですね、この1978年の段階において、番組当初においてはですね、TBS の1アナウンサーだったわけですよね。ですが、この久米宏なくして、やっぱりザ・ベストテンという番組を語れない。まあ、久米宏だけでもダメだけれども、その黒柳徹子と久米宏というね、このペアがいてこそのザ・ベストテン番組、お化け番組になった一つの要因じゃないかなというふうに思うわけですね。実際その久米宏はですね、だから、やっぱりこの、ね、ザ・ベストテンという超お化け番組の司会を見事にこなし、ね、人気アナになり、フリーになるわけですよ。フリーになった後にですね、ニュースステーション、これもやっぱり革命的な番組では思うんですけども、夜10時台にその久米宏がね、キャスターとして、帯で、ニュース番組を持つというね、ことになるわけですが、その時にだから半ば強引にですね、まあ、ザ・ベストテンもやめざるを得ないということでやめてしまうわけですね。その後にだから黒柳徹子と、ペアのね、男性がね、コニタンとか、TBS のアナウンサーとか、ね、出てきたわけですけれども、一緒にやってたわけですけど、やっぱり久米宏が去ってしまった後のザ・ベスト10の勢いっていうのは落ちざるを得ないっていうのは正直思いましたよね。やっぱりこのザ・ベスト10っていうのを語る時にはですね、この久米宏っていうね、このアナウンサー、後にフリーになるその当時 TBS のアナウンサーだった久米宏っていうね、存在も大変重要だったんだなっていうふうに思うわけですね。で、それと関連してなんですけれども、この視聴率ね、40% も叩き出すような超お化け番組に対してですね、パクリ番組がね、出てくるわけですよ。例えばもう典型的なパクリ番組はビッグベスト10という番組で、これは1979年なのかな、に、フジテレビの方で全くもう、真似たもの、ベスト10形式で曲を発表し、20位から11位もあり、スポットライト的なものもありということで、丸々パクった番組が登場したわけですね。それ見たとき私も驚きましたけどね。司会は女性は岡光子で、男性はですね、高島秀武という日本放送のアナウンサー。日本放送のアナウンサーなんか当時知るわけもないし、今も持って、まあ、高島さんの名前聞いたことはあるかなぐらいの認識なんですけども、顔を見たとき、誰このおじさんっていう感じだったわけですね。で、なんでこういうことができてしまうかって言ったらば、ザ・ベスト10のこのシステム、ね、スタイルっていうものは、導入することは可能なわけですよ。大手テレビ局であれば。ただ、そのね、毎週、そのベスト10、公正なランキングのもとに、そのランキングに基づいた、ミュージシャンを登場させるっていうことの最初の一歩をやるということが非常に大きなハードルであって、どこもその、それを超えようとしていなかったところに、その TBS のね、山田さんという方たちが、見事にそのね、はい、最初の一歩、ね、
歩んだわけですよね。で、大成功した。やっぱり面白いから、その生放送の臨場感プラスこの黒柳、久米の両、コンビがの素晴らしさもあるし、伝説界生まれ、でそれを旗から見ていた他の番組たち、あのテレビ局たちが、じゃああのスタイル真似ちゃえということでね、ビッグベスト10とか歌のトップ10が生まれたわけですね。この歌のトップ10というのは日本テレビで紅白歌のベスト10で、これザ・ベスト10が始まる前から存在した曲、あの番組ですけども、それの後番組として、紅白歌のベスト10の後番組として歌のトップ10が始まったわけですね。で、ビッグベスト10は本当に真似も真似で、しかも意識してるんですよね。その司会の高島秀武がですね、あの、先週は、あちらの番組は視聴率 30% 超えたそうで、みたいなね、あの、で、ザ・ベスト10の話題とかなんか触れたりするんですよね。でもそんな、やっぱりね、癒やしい番組はですね、あの、5ヶ月ぐらい、半年もなんか、あの、ウィキペディア見ると半年も続かなかったと。だから私も2、3週ぐらい見て、もう見るのやめちゃったっていう番組ですけれども、やっぱりそういう番組も登場するわけなんですよね。うん。ちなみにこのビッグベスト10は、あの夜のヒットスタジオのスタッフが作った番組だそうですけど、やっぱり2番線時間甚だしいわけで、やっぱり見向きもされないし、そのね、高島秀武、岡光子の司会っていうのはやっぱりこの黒柳徹子、黒宮博士に全然及ばないわけですよね。で、片や歌のトップ10、これもだからあの丸パクリですよね。丸パクリではあるんだけども、司会に当初一番最初の司会は堺正章と堺場育恵だったかな。で、後にその和田アキコと、島田紳助とかね、そういうふうに、その当時のトップタレントを持ってことで、まあある意味その成功はしましたね。視聴率も 20% 弱ぐらいで、毎週月曜日の夜8時からでしたっけ、公開放送だから。ザ・ベスト10との違いを挙げるとしたら、やっぱこれを公開で行うっていうのがね、歌のトップ10だったわけですけども、まあ丸パクリであることは、ま、あの間違いないわけで、まあまあ、そういう意味でもザ・ベスト10はやっぱり一番最初に、行動を起こしたということで、やっぱりリスペクトするわけですよ。極視的な、ザ・ベスト10の思い出を語るという動画を出すけれども、極視的なザ・トップ10を、語るという、ね、動画は私だって出さないわけですね。やっぱりザ・ベスト10に対する、リスペクトっていうのは大いに持っているわけです。あとそうですね、パクリ番組といえばひょうきんベスト10。それはまあフジテレビの俺たちひょうきん族の中で、の一1コーナー、1コーナーであるひょうきんベスト10というのも、これもまあ丸パクリといえば丸パクリだけですね。でもこれはもう完全にパロディでやるというね、精神でやってたんで、まあ、楽しめたというかね。で、ちなみに、例えばオフコースなんていうのはですね、ミュージシャンはですね、ミュージシャングループはですね、ザ・ベスト10には一度も登場しなかったのに、ひょうきんベスト10には登場するというね、なんか本末転倒というか、なんていうんですかね、その逆転現象が起こったり、YMO、イエローマジックオーケストラ、まあ、あの、君に胸キュンではザ・ベスト10はランキングされたんで入ったんですけども、その、まさしくその、YMO 旋風というのが、その逆輸入のような感じで、日本に、ね、その、あの、勢いがあのバーって、流れてきてる時にですね、そのひょうきんベスト10にその YMO のメンバーが登場したりとかね、そういうような、逆転現象的なこともあったりしましたね。で、このそうですね、ひょうきんベスト10、まあ、あんまり関係ないんで、ひょうきんベスト10の話をしてもしょうがないんですけども、ひょうきんベスト10の中では、そのひょうきん、俺たちひょうきん族を作っているディレクターたちが、ディレクターたちですよ、ね、あの、レコードを出して、目指せ TBS、ザ・ベスト10出場なんていうね、垂れ幕をかけ、そのひょうきんベスト10内で、垂れ幕をかけてですね、その、そのひょうきんディレクターズたちの、ね、曲を歌うみたいなね、そんな、パロディのシーンもありましたよね。それはそれですごかったですね。だからひょうきん族のうちにね、やっぱりこの番組も、俺たちひょうきん族も伝説となる番組だったわけですからね。はい、というわけで、まあちょっと、余談が、過ぎましたかね。はい、ということで元に戻っていきたいなというふうに思います。さあ、極めて詩的なザ・ベスト10の思い出を語るで、今回は1978年というね、特別な年、自分にとってですけども、まあ極めて詩的なんでね、どんな年だったのかということを振り返ってみたいなというふうに思います。で、その時にですね、振り返った時にですね、まあ私3つの項目をね、挙げました。まず1つ目がですね、1978年、ピンクレディ最後の絶頂の年だったですね。
ザ・ベスト10が始まった1978年1月の第1回目の放送において第1は UFO だったわけですよね、ピンクレディ。で、次の曲もサウスポーで1位になるわけですよ。で、この UFO、サウスポーっていうのが、まさしくピンクレディの本当の頂点中の頂点だったと思うわけですね。まあ、私は小学生で、まあ、高学年だったわけですけども、まあ、お楽しみ会となるとですね、女子たちがその、ピンクレディの、歌真似を歌真似というか振り真似歌真似をするっていうことがね、もうお決まりだったわけですけども、だからもうこの UFO とかサウスポーっていうのはもう全国的なもうブーム、特に女子を中心として、ティーンエイジャーとか、まあね、若い世代とかも含めて、そして小学生とかね、その下の世代も含めた、もう本当にそのピンクレディの絶頂中の絶頂だったわけですね。そして曲はモンスターというふうに、ね、なっていったわけですね。モンスターになっていく。でですね、私当時本当に、その時に思ったことを言うとですね、だからこの1978年はそのピンクレディの勢い、 UFO サウスポーで頂点を迎えて、そのままね、でもこの1978年が絶頂の最後の年なんです。だらだらだらとちょっと下降局面に入って、1979年になるともうガクっていう感じになるわけなんですけども、その、勢いを衰えさせてしまったんじゃないかなというね、分水嶺ともなる曲というのが、実は私当時から、1978年の当時から思っていた、思いがありまして、それがですね、透明人間って曲なんですよね。透明人間、現る、嘘を言っては困ります、現れないのが透明人間です。これもヒットしたわけですよ、ヒットしたわけです。で、そうですね、ちなみに、UFO は1位になりましたと、サウスポーも1位になりました。で、モンスターはですね、1位にはなれなかったんですね、2位です。まあ、ベスト10の1位とか2位とか、これ相対的なものなんで、上にね、それ以上に売れてる曲があればですね、まあ、1位になれないわけなんですけど、で、透明人間から4位、最高順位が4位、カメロンアーミーが4位というふうになっていくわけですね。ザ・ベスト10の順位を見てもわかるようにですね、まあ、透明人間から勢いがですね、落ちたわけですね。でですね、私、本当に、ね、当時そう思ったんですけども、モンスターの後、モンスター好きだったわけですね、私ね。で、透明人間ね、発売になると、ピンクレディの次の曲は透明人間だよということで、それで初めて曲を聴いたときに驚いたんですよ。で、驚いてね、こんな風に思いましたと。おいと、悪友と、ね、ちょっと方向性違ってるよと、ね。モンスターの後、透明人間じゃないでしょ。先ほど透明人間ね、ちょっと私歌わせていただきましたけども、これ透明人間、知ってる人は、歌っていただきたいんですけれども、これね、もう対象がですね、小学校低学年以下なんですよ。透明人間、現るでしょ。で、嘘を言っては困ります。現れないのが透明人間です。消えますって、これ本当にね、幼稚園生とか小学校 1,2 年生ぐらいしか喜ばないようなテーマになっちゃったんですよ。で、私ね、これモンスターの次はですね、透明人間じゃなくて、次出すべき曲は、言ってみればそのピンクレディというのは、まあある種その、ね、セクシーな感じじゃないですか。セクシーで、まあ追い抜け部分もあるわけですよ。で、当時本当に小学校高学年の私がですね、この透明人間は絶対方向性として間違っているというふうに思ったわけです。で、出すべき曲はですね、言ってみればですね、渚のシンドバッド的な路線、こんな子供に全振り、子供って言っても低学年ですよ、低学年以下の子供に全振りするような曲じゃなくて、渚のシンドバッド的な、ちょっとセクシーな感じを持つ、なんか恋愛とか恋とかそういう、ものの要素をちらつかせつったような曲が次の曲じゃないと、ピンクレディの将来危ういっていうふうに私ね、本当に当時思いましたね。で、実際にやっぱ透明人間聞いてて面白くないんですよ。で、UFO やサウスポーっていうものをですね、教室で、踊っていた女子たちもやっぱり透明人間、小学校の高学年にもなると透明人間とかカメレオンアーミー歌わなくなりましたね、これね。だからこれ、当時悪友さんが作詞してたっていう認識はなかったかもしれないけど、作ってる人たちに対してこの透明人間は方向性違うよと明確に思っていた記憶があります。そしてまあその後カメレオンアーミーもこの小学校低学年以下ターゲットを続けてですね、
しまうわけですね。で、順位としては、まあ、4位、4位、その、まあ、悪くはないんだけども、良くはない。良くはないし、私の考えとしては、そのターゲットを見誤ったなっていうふうな、思いは持ちましたよね。うん、だから本当はだからもうちょっとティーンエイジャーとかそっちの方をターゲットに一旦するべきだったんじゃないかっていうことを本当に当時思いました。だからね、悪友さんもしね、ご存命だったらモンスターから透明人間に、打って出た時の心境、なんでそういうふうに舵を切ってしまったのかっていうのをね、聞きたかったなっていうのはいつも思っていましたよね。で、まあザ・ベスト10の思い出で言うとですね、透明人間はですね、まあ、透明人間だからその歌ってる時にそのみーちゃんとけいちゃんを消してみたりね、カメレオンアーミーだったらカメレオンだから歌ってる途中で、着てる衣装の色がね七変化したりとか、それもね全然響かなかったんですよね。だから作ってる人たちのその考えとその世間とのズレの、差異がですね、まあ、ピンクレディの解散を早めたのではないかなと私は思うわけですね。でもひょっとしたらモンスターの後にその渚のシンドバッド的な曲を出したとしても、まあもうピンクレディの旬っていうものは終わりかけていたのかもしれないので、まあ何とも言えないんですけども、自分のね個人的な思い出としてこの透明人間に対しては激しく憤ったというか、これは違うっていうね思いを持ったというね、記憶があるので語らせていただきました。はい、そして、1978年、アイドル冬の時代ではなかったでしょうかということなんですけども、まあちょっとこれもね、難しい話で、じゃあピンクレディはアイドルじゃないのっていうふうに思ったりとかするわけなんだけども、まあだからもう少しこのタイトルにふさわしい言い方で言うと、新人アイドル、新人に近いアイドルの冬の時代っていうことですかね。だからまあいわゆる山口百恵とか、まあここに出てきますが桜田淳子さんっていうのもね、ベスト10に入ったりするわけですよね。まあ男性で言うと西城秀樹とか郷ひろみとか野口五郎、まあ御三家と言われてたし、まあこの人たちは紛れもなくアイドルではあるんだけども、新人アイドルという意味ではですね、この1978年は全然ほぼ出てこなかったなっていうふうに思うわけなんですよね。ちなみにこの1978年のレコード大賞新人賞は誰かっていうとですね、渡辺さん、鴨居が飛んだ日の誰、渡辺何かが突然出てこない、ちょっと待ってください。渡辺真知子の、カモメが飛んだ日だったですかね。で争ったのがですね、レコード大賞、新人賞を争ったのが投票で決まったんですけども、渡辺真知子と、青葉城恋歌の佐藤宗幸の、この2人にね、決選投票みたいな感じで票が集まったんです。で結局競り合いの末、渡辺真知子がレコード大賞新人賞ということで、まあパッと見渡辺真知子も、その佐藤宗幸もその新人歌手ね、アイドル歌手って感じではないじゃないですか。だからまあそういう意味ではだから新人のアイドルっていうのはほとんど登場しなかったっていうのが、まあ今から振り返ってみるとその1978年の一つの特徴でもあったのかなというふうに思うわけですね。でそんな中でアイドルで山口百恵がアイドルかって言われたら、もうアイドルを卒業して成熟した一人の女性歌手というような位置づけがふさわしいのではないかな。まあピンクレディもアイドルっちゃアイドルですよね。範疇ですよね。範疇なんだけど、もうこのね、もう日本全国民を熱狂させるっていう、だから頂点に立ったという意味ではやっぱりもうこのモンスターじゃないけれども、もうモンスター的な存在になってはいるわけですね。でそのシンプルにそのアイドルって言った時に、その1978年を振り返った時に登場したのが榊原郁恵さんの榊原郁恵の夏のお嬢さんということですね。あ、ちなみにですね、まあ、前回もそうなんですけど、前回はまあ1978年7月、あ、ごめんなさい、6月8日のベスト10だ、についての思い出を語ったんですけども、概要欄にそのベスト10のね、YouTube にあった、動画を、リンクしておきます。で、今回もですね、ここら辺でまあ登場した曲、例えばピンクレディアだった透明人間とかね、榊原郁恵の夏のお嬢さんとか、概要欄に、YouTube を残しておきますので、リンクさせておきますので、気になる方は見ていただけたらいいかなというふうに思いますね。
そう、だからそれで言うとですね、アイドル、新人アイドル、まあ、新人アイドルというか新人に近いアイドル、冬の時代、榊原郁恵はですね1977年のデビューだったと思いますよね。で、まあ、でも注目すべきはですね、まあ、だからこの1978年でですね、そのアイドルと女性アイドルと思われる歌手でベスト10入りを果たしたのは榊原郁恵のみなんじゃないか。で、注目すべきはですね、榊原郁恵と山口百恵と同い年なんですよね。まあ、山口百恵の方がデビューが早かったっていうのもあるんですけども、山口百恵がもうだから、同い年ではあるんだけれども、もう成熟した一人の女性歌手、しかももうトップに位置するようなオーラもまといですね、もう立派なその女性歌手になっていると。だけど榊原郁恵とは実は同い年だったって、ね、ここもなんか面白いところですね。で、榊原郁恵、夏のお嬢さんの登場をですね、ザ・ベスト10の自分の思い出とね絡めるとですね、1978年の8月10日に第10位で榊原郁恵さんがベスト10に登場したんですけども、その時にですね、榊原郁恵さんに何をさせたかって言ったらね、体重測ったんです。体重測定したんです。これすごく覚えててですね、なんで体重測らせるんだと。でも興味津々だったから見てたんです、はい、榊原郁恵さんの体重は、50kg でしたと、ね、これが榊原郁恵さんの、初登場で、したことですね。体重測定をしたと。で、ザ・ベスト10ではですね、他にアイドルでですね、体重測定をした、ことがあったりとかしましたね。松田聖子と、河合奈保子。この時は一人一人測ったわけじゃなくてですね、松田聖子さんと、河合奈保子さんを2人合わせて体重計に乗ってもらったら 98kg でしたねということが分かる。後にですね、松田聖子さんは自分の体重は 43kg だっていうことを発表してですね、まあ、河合奈保子さんの体重も分かってしまうというような事態に発展したわけですけど、まあまあでもどうなんだろう、今の時代ね、体重測られたらそれはハラスメントになるんですかね。私なんかその別に気にしないっていうかですね、別にね、これは太ってるとか別に痩せすぎて、まあ痩せすぎてたら気になるけれども、太ってるからどうのなんて思うのは全然思わないので、ぜひどんどんね体重測定してほしいなっていう気持ちはあるんですけれども、まあ今の時代そういうことはないでしょうね、なんかよっぽどのことがない限りね。でですが、当時その榊原郁恵さんの初登場の時には体重を、測定が行われて、その時の榊原郁恵の体重は 50kg だったということがもう明確にあの記憶の中に残っています。さあ、1978年どんな年だったか、はい、ね、第3番目、ニューミュージック勢の台頭という、項目を挙げました。で、ニューミュージックって何か、まあ、この定義も難しいし、あのカチッとした定義ではないんですけれども、まあ、ニューミュージックっていう言葉、実はニューミュージックっていう言葉がその生々しく生きていた時代っていうのはそんな長くないなと思っていて、この1978年からせいぜい1980年の初頭ぐらい、1982、3年ぐらいまで、もう1982年とかになったらもうニューミュージックっていう言葉はもう死に絶えたようなもんだと思うんですけども、まあちょっとざっくりとね、定義しとくとですね、まあだから、ミュージシャンであり、その、自分でその作詞作曲、主に作曲ですかね、作曲を手掛けてるような、人たち、グループっていうことかな。だからまあ山口百恵とか西城秀樹とか、そういう人たちは職業作曲家、職業作詞家によって曲を提供してもらうわけで、やっぱりニューミュージック勢ではないわけですね。だから具体的にそのニューミュージックの歌手を、この1978年の、ね、ザ・ベスト10に登場した歌手というか歌い手の中で、ミュージシャンの中でこのニューミュージック勢は、誰かっていうのを言ってしまえばですね、まあ矢沢永吉は作詞はしてないけど、時間よ止まれ作曲は矢沢永吉自分でしてるんですよね。まあアリスとか、そうですね、あとだからまあ自分で作詞もし作詞作曲だから作曲の方が重点的かな、うん、だからそのかつてフォーク歌手と言われた人ですね。あ、そうそう、だからそういう意味では、だから松山千春とかね、長渕剛とか、まあ長渕剛は1979年かなに初登場するわけだけれども、そういう人たちがだからニューミュージック勢という、ニューミュージックと、それらの人たちが歌う曲がニューミュージックというふうに、主に業界の方から、この言葉がねプッシュされたわけですね。まあ何が新しいのか
って言ったらば、まあ、そこもまあ難しいところではあるんですけれども、だからとりあえずそのこのニューミュージックっていう言葉の中にはですね、だから、かつてのフォーク歌手のミュージシャンやグループとか、もしくはロックの人ね、矢沢永吉とかね、ロッカーだから、そういうロックとかそういうのがだから一緒くたになっちゃった、でもそれらをニューミュージックっていうね、一つのカテゴリーに当てはめた。でこのニューミュージックっていうだからあのカテゴリーはまあ半ば強引なわけですよ。だからあの職業作曲家、職業作詞家の提供によらないミュージシャンのことを全部だからニューミュージックと言うんだっていうふうにすれば、まあ一応はあのニューミュージックの定義になるわけですけど、まあそうなると先ほど言ったように1978年の新人賞、レコード大賞新人賞を取った渡辺真知子なんかは、まあ、ギレもなくニューミュージックであると。ただ佐藤宗幸の青葉城恋歌をね聞いた時に、広瀬川流れる岸辺思い出は帰らずって聞いた時に、ニューミュージックかって言われたらちょっとね、どうかなっていうふうに思うわけですけど、だからそこら辺はだからあのきっちりとした定義にはならないわけですけどもね。でこの時にですね、このニューミュージックっていう言葉が、まあ、台頭してきて、あのしっかり現れてきて、だからニューミュージック勢が台頭してきたというイメージがあるわけですけど、決定的にそのニューミュージックの、これがニューミュージックの一曲だっていう時にですね、私はこの1978年におけるニューミュージックのこの一曲っていうので、この堀内孝雄の、君の瞳は1万ボルトっていうのをね上げたいなというふうに思うわけですね。まさしくニューなミュージック、だからまあ堀内孝雄さんはね、あのアリスのメンバーであるわけで、まあ作詞を谷村新一、作曲堀内孝雄がするわけですけども、でこの、君の瞳1万ボルトもそうだったわけですけれども、なんていうんですかね、この堀内孝雄の君の瞳は1万ボルト、これはだから資生堂の、秋のキャンペーン、1978年秋のキャンペーンの、とタイアップだったわけですけど、そのまた CM がですね、またエポックメイキングだったわけですね。この君の瞳は1万ボルトもだからその CM に合うように作られて、すごくポップな感じで作られてるわけですよ。まさしくこれ、まあ、アリスの曲でありながら、そのアリスの曲以上にポップなミュージックに仕上げたっていうのが君の瞳は1万ボルトだと思うんですね。で、CM 自体もすごく、非常に、華やかな感じになったわけですね。まあこれ有名なんで皆さん知ってる方も多いと思うんですけども、概要欄にちょっとね、その CM ともども貼っておきますので確認していただけたらいいかなというふうに思います。でこの堀内孝雄のですね、君の瞳は1万ボルトの登場によってですね、それ以降、金棒とかね、資生堂が、春秋そのキャンペーンをするわけなんですけど、その時のキャンペーンの CM がの作りがですね、一段と良くなり、その時に使われる曲がですね、必ずヒットすると、一流ミュージシャンだからニューミュージックを中心とした、一流ミュージシャンによって、その CM ソングが歌われるというね、そういう流れを作ったっていうのも、流れを作ったっていうのがこの君の瞳は1万ボルト、CM 込み、資生堂の CM 込みでの堀内孝雄の君の瞳は1万ボルトだったように思うわけですね。まあでもそれ以前にも、例えばあの矢沢永吉の時間よ止まれ、サーカスのミスターサマータイムっていうのはそれぞれ資生堂金棒だったの、CM ソングではあったわけなんですけども、でもそれもヒットしたわけですね。 CM ソングとしてとあの時間よ止まれとか、ミスターサマータイムヒットしたわけだけども、でもそれの曲によって、その CM によって何かトレンドが作られたかって言われたら、そうでもないような気がするんですよ、私の個人的なごく私的な考えにおいてはですね。で、そうで、サーカスとかその、ね、矢沢永吉の曲がトレンド作ったとは言えない、ヒット曲は出たけれども、でもこの、堀内孝雄の君の瞳は1万ボルトとその資生堂の CM っていうのは明らかにそのトレンドを作った、これこそが、あの化粧品会社の CM だ、これこそがニューミュージックだっていうね、だから両者の結合によって CM 曲っていうね、結合によってですね、そのアリスっていうね、一つのミュージックジャンルとは言わないですけど、その、あの音楽の特徴を超えた新しい曲調
なるものが生まれて、それはまさしくニューミュージック勢の台頭にふさわしいというか、ここから数年そのニューミュージック勢の勢いが続くよっていうことを宣言するような曲になったんじゃないかなというふうに勝手に思ったりしました。はい、で、もう30分になってしまいましたね。結構長々と喋ってしまいました。次回はですね、1978年、過去を振り返った時に注目してほしい、1978年 の、 それまで知らなかったっていう人はぜひ聞き直してほしい注目曲についてお話しいたします。聞いていただきましてありがとうございました。